しくお願いします。よろしくお願いします。ついに東京トイカフェでオープン前におめでとうございます。いや、ありがとうございます。もうね、すごいこの日を楽しみにしてて、毎日できるかなと思ってたんですけど、はい、いや僕もね、早くね、来たかったんですよね。今日本当お招きいただいて、あ、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそおめでとうございます。ありがとうございます、はい、で、早速なんですけど、はい、まあ、今回、まあ、いろんな縁があって、この東京トイガイっていう、うん、まあ、お店のキャラ、はい、誰も知らないキャラをちょっとフィギュア化したいなっていうので、うん、お願いして、はい、それで、まあ、ありがとうございます、本当に。いやいや、はい、至ったわけなんですけど、ありがとうございます、はい、まあ、最初この話を聞いて、うん、まあ、どうでした、はい、なんか、なんて変なキャラだそういう、あ、いやいや、そのやっぱりこの絵のクオリティがねすごかったんで、うん、自分もこのクオリティで答えなきゃっていうやっぱり緊張感がありましたね。これも完全にだって明らかなるそのプロ仕事っていう、もうアメコミそのものの絵のクオリティじゃないですか、はい、うん、いや、よくこういうやはりコネクションをお持ちだなと思って、はい、いや、まずこの時点で嬉しくなかったですか。いや、これね、思ってたものがこのクオリティで絵で描いてくるって、はいはい、この方もちょっとケンさんと言ってるとこがあって、うん、その、はい、こちらが何かお願いすると、はい、あ、これはどうですか、うん、とか、はい、まあ、こういったポーズですよねとか、こう、まあ、なんていうんですかね、会話こちらから提案をちょっと問いかけただけで、うん、まあ、ものすごいいろんな返しが来るんですよ。まあ、いくつも返しが、そう、なるほど。そう、だからもう本当に面白かったですね。へえ、ね、レベルの高さは最初から分かってたんですけど、なるほど、はい、まあ、そのどういうふうにこれが最後のアウトプットで出るかなっていうのを分かってて、はい、そうで、それをじゃあ第2弾でスーパーに頼んだ時、うん、今度ビックリマンにしちゃって、うんうん、はい、そう、これもなんか最初あの当人が、ご本人が、まあ、デフォルメがいいんじゃないかみたいな話をされてたんですよ、はい、その方がちょっと、あ、なんかこれ同じ方が描いたんですか。そうなんですよ。うーん、そう、なんかこういうキャラの方がいいんじゃないみたいな話をされてて、はい、そうで、まあ、いつかやりましょうっていうんでやってて、そうですね、まあ、時間は経ったんですけど、これを去年やって、はい、そうで、トイカフェの記念で作って、これ本当にビックリマンシールのこのなんていうんですか、こういうホログラム的な印刷で再現されてますけど、すね、これ結構なんか前にところがあるんですよ、業者みたいなところ、ね、あ、お金もかかってる、しっかりしたステッカーですけど、そうなんですよね、だから本当はだからブラックゼウスみたいなホログラムとか、うんうん、緑とか青とか、うんうん、とかもやりたいんですけど、はいはい、まあ、もう絵があるんで、うん、まあ、あとはその裏のあれを変えれば、はい、まあ、いくらでもできるんですけど、うんうん、はい、なるほど、そうで、まあ、ここがあってからの、はい、そのいつかは金消し、金消しで、ビックリマン金消し世代なんで、はい、そうですよね、金消しも相当コレクションされてるとお伺いしましたが、ね、まあ、だからそのフィギュア化したいってなった時に、うん、携帯としては金消し風がいいということだったわけですよね、うん、何が難しかったんですか、やっぱこれをやるって。いや、全然難しくなかったです。そうなんですか、うん、オーダーが明確でしたし、あの金消しが、まあ、僕自身金消しを集めてないんですけど、まあ、金消しがどういうものかっていうのは大体ね、うっすらそのアウトライン分かってるので、あとはちょっとこうしっかり取材すれば、まあ、あのいけるかなっていうのがあったんで、難しくはなかったっていうのはそういうことです。もともとの情報が自分の中にあったっていうのはだいぶ助かりましたけど、これがね、落としどころがわからないものだとやっぱりちょっとこう、なんだろう、壁にぶち当たるたんびに多分 LINE で質問しまくってたと思うんですけど、あんまりその質問せずに、まあ、進められたっていうのは意外にそのスムーズに、うん、進められてたんじゃないかなっていう感じはありますけどね。なんかこの一番面白かったのが、このやっぱりその唾の角度とか顔に影が出ないとか、ああ、そういう話しましたね。そうですね、あとなんかこのやっぱり立体にするからちょっと胸の盛り上がりとか、うん、あとそのネジがネジね、ちょっと膨
成するっていう前提で、形を作っていかないといけない、つまり型から抜けないといけないっていうね、形状の考慮は常に必要で、型に対してあまりにもその何て言うのかな、えぐい彫りとかがあったりすると型から抜けなくなったりとかね、そういうことが起こるわけで、簡単に言うとそういうことなんですけど、まあ本当ネジなんかもこれ引っかかる部分があったんで埋める形に作ったりとかっていう、その何て言うのかな、改良点ってやっぱり必要で、まあこのツバの問題はね、そういうのとまた別に、要は絵だとまあ都合よく影をね消して描くこともできるから、帽子のツバの下には必ず影ができるんだけども、そういうことをこうオミットできるのがまあ絵ですけども、これ立体物になると明らかに影が落ちて顔が隠れちゃうって問題があったんで、ツバはその角度をつけるっていうところでの角度どうしますかっていうご相談だったんですね。手もね、このザ・金消しですね。はい、この角度もすごい話しましたよね。なんかそうですね、こればかりはやっぱりその来ていただいて直に見て角度をこう決めていただいて、そこで固めるっていう風にした方が効率がいいかなと思って、まあ、あの日はねご足労いただいたんですけども、金消しっぽく見えるのに何が大事かっていうところを最初絞っていったわけですよね。そのうちの一つがやっぱりこのポーズ、この独特のポーズ、だいたいこの中の造形がどうなっていてもこのポーズをとっていて肌色になってればもう金消し風になるっていうところがね、まあそういう賞賛があったんで、さっきのそのあまり難しくなかったっていうのはそういうところもあったんですよね。そういうアドバンテージがもうある案件だったんで、肌色になったらでこのポーズだったらもうそうなる、僕が何をするでもなくっていうのがあったんで。でも面白かったのが、意外とこのいろんな種類っていうかカラバリをやった中で、まあ、青が完売したんですね。このイメージでしょうね。あ、そうか。そもそものイメージがやっぱりブルーだから人気色はブルーになるっていうことですよね。そう、だからそれ素直に嬉しかったです。なるほど、こんなイメージはあるんだなと思って。はい、完売すごいですね。おめでとうございます。でここはなんかいろんな色をちょっとやってみてますけど、まあ、今後、商品化するなら、まあ、こういうカラーになってもいいかなと思って、まあ、こういう並びがやっぱり消しっていう感じですよね。まあ、消しをねご存じない方はねちょっとピンとこないかもしれないんですけど、だいたいこういうペールトーンのカラーバリエーションですよね。意外にピンクなんか消しっぽいなと思って。あ、そうですね、多分ご存じない方はもしかしたら消しとか聞いてて柔らかいんじゃないかって思ってるじゃないですか、きっと。これ硬いんですよね。そうだから金消し風ですよね。金消し風ですね。あとはだからオレンジとか緑とか、あとパッケージもちょっとやってみたいですね。パッケージ、はい、今回ちょっとこういうブリスターっていうか、なんていうか、こうただのヘッダーだけだったんですけど、まあ、そういうメゴとか、ケナーとか、あ、箱に入れて箱とかやりたいですね。あ、ちょっと楽しみですね。見てみたい。それはちょっとですね、まあ要検討で、はい